神山賢治は、日本のアニメーション監督、脚本家、演出家、経営者。株式会社クラフター代表取締役、共同 CEO。埼玉県秩父市出身。代表作に、広角機動隊 SAC シリーズ、精霊の守り人、東のエデンなど。主な制作拠点は、プロダクション IG である。広角機動隊、スタンドアローンコンプレックスは、 全米 CATV の視聴率1位を記録するなど、海外でも人気が高い。SAC シリーズは、DVD 累計売り上げが230万枚を超える、大ヒットとなる。おしい塾時代の神山を、惜しい守るは、球長のような存在と評している。また、こんなに売れるとは思わなかった。もっと早い時期に潰しておけばよかった。と、冗談交じりに語っている。対して、 神山は、おしいさんの影武者になれればいいと思っていたと、語っている。表面で流れている事象とは別に裏側にも、流れている構造を持った演出や、政治的なテーマをアニメに持ち込む手法は、おしいから受け継いだが、実際に演出などを習った経験はなく、おしい監督作品のチームに入ったこともないため、心の師と呼んでいる。作品を通して推測した考え方や方法論に、 ついて質問に答えてもらい答え合わせをするのが直接レクチャーを受けた唯一の瞬間だったと語っているスタッフと徹底討論して脚本制作するのが心情本物思考の影響を受けた人物としてスティーブン・キング、田中角栄を挙げ影響を受けた小説家は JD サリンジャーとしているまたアニメ監督を目指したきっかけとして14歳の時に 見た、スター・ウォーズ、帝国の逆襲を上げ、その後、機動戦士ガンダムに出会い、アニメなら、同スケールの作品を描けるのではないかと思ったと、自らのルーツを語っている。1984年、地元高校の文化祭を渡り歩きアニメ自主制作の部活動がある高校として選んだ、埼玉県立秩父農耕高高校食品科学科を卒業。建前では、 シェフの道を志すが、学生時代から学業より熱心だったアニメーションの自主制作を続ける。1985年、スタジオフーガに入社。当初は背景及び美術監督として活動。1996年、沖浦刑事の誘いで、人狼を、人狼の演出を務めるためプロダクション IG に入社。2002年、ミニパトで初監督を務める。 TV アニメでは、広角機動隊スタンドアローンコンプレックス初監督作品となり、同作とそのシリーズ作品はいずれも高い評価を得ている。2009年、原作、監督作品として、東のエーデン TV シリーズと劇場版2作を発表。羽根、運の地下とのコラボで話題となる。2011年、既存の 3D 映画とは異なる手法で、 日本のセルアニメ作風を保ちつつ奥行き表現も重視した 3D 立体誌映画広角機動隊 SAC ソリッドステートソサイティ 3D を発表。石井智彦プロデューサーによるプロダクション IG 初の自主配給に参加。ピア初日満足度ランキングでは満足度89.5で第1位と同規模で2008年に公開された押井守監督。 ゴースト・イン・ザ・シェル、広角軌道体点零の満足度八十三点八点を超え、最終講習を十日間で突破。二十日間で、興行収入一億円を突破したため、スクリーン数を三倍に拡大公開する異例の展開となった。観客動員十万人と興行収入二億円突破を記念した劇場勢、オーディオコメンタリー上映にて、ユーストリームでは、全世界、 約21万チャンネルで、主位、ニコニコ生放送の視聴者数は13万人を、突破している。2011年、株式会社スティーブ・エヌ・スティボンを設立。代表取締役共同 CEO に就任。2011年、2012年秋公開の映画、009、RE、サイボーグの制作発表イベントを行い、制作工程を刷新したジャパニメーションの、 プロモーションビデオを劇場公開。打全国4劇場でも衛星中継され、YouTube、YouStream、ニコニコ生放送でも会場の模様は同時配信。全世界で延べ23万人以上の視聴を獲得している。2016年11月1日、会社名を株式会社スティーブ・エヌ・スティボンから株式会社クラフターへ変更。TV アニメシリーズ。 作品長編作品ウェブアニメ作品ミュージックビデオありがとうございます。